公益社団法人日本ボディビルフィットネス連盟は日本最大のボディビルの国内競技連盟。旧所管は文部科学省日本オリンピック委員会加盟団体。JBBF が開催する大会に出場するためには選手登録が必要であり、登録資格として JBBF に加盟しているクラブに6ヶ月以上所属していることが一つの条件となっている。このため、 クラブそのものが少ない地方では、選手登録が困難である。JBBF はドーピングについて厳格な対応をとっており、大会においてドーピングが認められた選手は永久追放という厳しい処分を下す一方で、山岸秀国選手を大量薬物使用が前提の IFB プロへ推薦したり、ゲストポジャーとして IFB のプロ選手を特別ゲストとして招待するなど対応が、 一貫していない。JBBF 以外の団体としては2011年現在、NPO 法人日本ボディビルディング連盟、日本フィジーク委員会、学生ボディビル連盟がある。JBBF では、国内の他団体が開催する大会への出場を禁止している。これに違反すると、1回目は、その後2年間、ないし5年間の出場停止となり、2回目で永久追放となる。 ただし、出場停止、永久追放中であっても、連盟理事会の承認があれば、処分の軽減や猶予することもある。2011年現在、NBBF と学連も JBBF と同様に他団体の大会への出場を禁止しており、JPC は特に制限を設けていないが、ボディビル競技に関しては、掛け持ちは、ほぼ不可能である。IF 部とのつながりがある。 日本唯一の組織で、アイフブ世界ボディビル選手権にも多数の選手を派遣している実績がある。大会での賞金などは一切ない。定官第1章総則解明と同時に、A 章も、ジャパンボディビルフェデレーションから、ジャパンボディビルフィットネスフェデレーションへ変更する。平成24年度、第2回総会議事録第1号議案定官、規定、規約。 ありがとうございます。